はい、ウスです。どうも。前田です。アキです。やばいね。セーブ。サイクラスツ。ゴイフジョー。あー、ライオンズ、ライオンズ、ライオンズ。ミラクルがね、奇跡を呼んで。ゴー。はい。その程度で。しましょうか。明日からね、始まる日本ハム3連戦なんですけど、やべ、はっきり言います、やばいです。本当にやばいです。明日ね、日本ハムの先発は上沢直樹投手、ローテで行くと西武は平選手、明日平選手ですね。でその後高橋光成、はい、私ラビューにですけども、9月2日高橋光成選手先発の日に現地参戦してもらいました。5回投げ切って降板でしたね。確かに。本来通りのピッチングじゃなかった。高橋光成選手のピッチングが変わったのは、米たくさん食べます発言からですね。まで、それが、平良選手の次に来ると思われますね。続いて、最後の日本ハム3連戦目の3連戦での日曜日かな。9月10日かな。おそらく隅田知博投手が上がってくるのではないかと。一方、日本ハイターズ、失礼しました。日本ハムハイターズ。日本ハムハイターズ、上沢選手ですね。明日は。っていうことはですね、もう勘がついてるかも思います。続いて明日、おそらく9月9日加藤貴之終わったわ。5位上がったのも束の間かもしれない。コーナー選手のピッチングと打線の頻打がどんだけね、頻打なのかですかね。私はもう西武ライオンズ、西武ファンとして名乗っているのにもかかわらず、最近はセ・リーグばっか注目しているというわけですね。セ・リーグばっか見ております。特に巨人。西武なんですけど、やっぱり上沢選手、加藤選手、そして続いて伊藤大海、参戦者。これだいぶまでです。この3人ぶつけられるですよ、日ハムに。ちょっとすいません、ゴイフジョーに嬉しすぎて、ちょっと喉がちょっとね、やられております。CS は無理ですけど、どうか、ここでやらず5位でいてくれたらなと思いますし、でもドラフトよりダメだったら西武は6位の方がやりやすいと思いますし、取りたいのは取れますからね。再開でもいいかなってなってますけど、正直勝ってほしいですよ、勝ってほしいですけど、再開でもいいかなって、それ再開でもいいかなって思うぐらいですけど、負けたら負け方で切れないですけどね。
守護神クリスキーでいいでしょみたいな、うん、クリスキー投手安定抜群ですね。もう昨日おかわり君が2発打って、まあ、打線が頻度じゃなかったからね。うん、外崎選手も打賞、おかわり君2ホーマーで佐藤龍星選手も打ってますし、ただ下位打線ちょっと貧弱だね。池田選手もいるんだか、ちょっとね、キューバに西川真奈がいるってことが、まあ、今の現状を表してるって感じかな。まあ愛斗選手も併用して使ってほしいんですけど、愛斗選手もちょっとまあ3軍いたり2軍いたりで、まあ、結構苦労してるんですけど、頑張ってほしいですよね愛斗選手。まあそろそろ中堅の年齢にね加わることになるんでね、はい。まあ、でこれ西武山川穂高、巨人移籍濃厚っていうのがなんか触られてますけども、はい、それはもう一切こういうことはないです。まあ中田翔の前例がありますもんね。山川選手も発言が口にしますよね、俺は来年ここにはいないからって。まあ正直、まあ、復帰したら復帰したで応援します。そうだけです。それでは以上、ぜひの人無理でした。ありがとうございます。お願いします。やべえ。では、どこ頭。